こんにちは。テンバーアカデミー、古秀夫です。今日はですね、注意しとかなきゃいけないことで、偽物、コピー商品の販売についてです。例えばね、これ、偽シャネルのスマホケース、所持容疑で逮捕というのがあるんですけど、まあね、違法だとは認識してなかったと、ね、まあ、この前田さん、おっしゃってるみたいなんですけど、大抵の人ね、まあ違法なのかな、でもやってる人多いしとかね、メーカーでも、例えばね、まあエルメスじゃないメーカーがエルメスのバッグに似たようなものを作ってたりね、いうことはあります。まあそれだからね、これぐらい大丈夫だろうと思って扱ってるケースがあるんですけど、絶対にやめた方がいいです。似てるだけで危ないです。でね、じゃあなんで、大手はね、大手というかね、プラダだなんだ、ある程度のメーカーがよそのメーカーのデザインパクってじゃないかと。パクるのはですね、訴訟になった時に戦える弁護士がいて、なおかつ取り締まるところにですね、天下りをさせてるから、できることです。普通の人がね、同じことをやったら、大抵は見せしめのために捕まっちゃったりしますんで、すんごい儲かってね、1年間、バレなかったら、モナコに別荘が買えると言うんだったらやってみるのもいいでしょうけど、全然儲かりません、しかも。だから、偽ブランド、ね、コピー商品は絶対に扱わない方がいいです。ちなみにこの、前田さん、ね、かなり渋いですね。この通販のがね、奥さんの名前でやってるのが見つかったんですけど、まあね、シャネルの、こう、シャネルもどきというんですかね。シャネルのコピー商品を並べて、で、なおかつ、驚いたことに、実店舗を持ってるんですね。実店舗を持ってるんだったら、もうちょっと違うやり方あったんじゃないかなと思いますけど、まあ、安直にね、このコピー商品ってのは売れちゃうんで、一度ね、これで売り上げ立っちゃうと、やめつきになっちゃうのかなと、残念だなという感じです。ね、もうどう見ても、ヴィトンのパクリ。シャネルのパクリ。これで、まずくないわけがないと。何考えてこれを扱ってたのかよくわかんないんですけど、この動画を見てる方はね、決してこういうものを扱わないように。もう、ブランドものに似てたら危険だと思ってください。そもそもブランドものに似てるもの、あるいはブランドで本物ですっていうものはですね、安く入る時点でおかしいと思ってください。で、本物だって言われて買いましたとかなんとか言ってもね、全然そんなの言い訳になりませんし、大体において、うまくやらないと、この、本物のブランド本を売ったところで儲かんないです。ですので、こういうもんじゃなくて、もっとね、違うものを扱って、儲かる方法を見つけた方が安全で、効率よく稼げて、ね、おすすめですので、商品探し迷ったら、お気軽にご相談ください。決して、ブランド品に似てるもの、コピー商品、ブランド本がここだけ安く入るんですとかね、特別なルートがあるんですとかいう話には、乗らないでください。儲からないどころか犯罪者になります。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。